本人の覚醒が世界を変える。古神道神官、雨土八坂塾塾長の合コン丸彦の本当のことのお話の時間です。今日はですね、緊急にちょっと動画を撮っています。いよいよね、東京都知事選が始まります。これね、Facebook にも書いたんだけどね、東京都知事選とんでもないことになってんだよね。で、この本当に前代未聞で、ある意味で言うと、まあ、面白い、状況なんですね。これについて、本当にね、かなり詳しく説明をしたいなと思っています。なので、今日のね、水曜日に、20時から30分ライブ配信をしますが、これはアーカイブでも見れるようにしますので、前回も東京都知事選についていろいろと話をしましたが、今回とうとうね、僕は、東京都に、マンションを持っていて、そこでこのポスターというかね、新聞がポストに入ってたんですね。で、これをね、くまなく見ました。そしたらね、いろいろ面白いことが分かったんですよね。そして昨日、雨土八坂塾メソッドの授業があって、この件についても1時間、授業の中では話をしました。そして、生徒さんの意見も求めました。そのことも含めてね、これがどういうことが今起きているのかっていうことをきちんと皆さんにはね、お伝えしたいなと思ってるんですね。これが大事なことだと思っています。今ちょっと聞こえますか？品川区でこれを撮っていますが、夜の23時過ぎですよ。ピーポーピーポーってね、このサイレンが鳴ってるじゃないですか、救急車の。これやっぱりね、おかしいと思うよ。本当に。この何がおかしくて、何が日本が間違っていて、日本はさらにどこに行くべきなのかってことは、私はちゃんと本当のことを伝えることをね、自分の使命として持ってるので、きちんとこれはお話をしなければいけないと思っています。そしてそこには神道のこと、日本の本質についてもそこには共通点があるんだね。なので、このことに関して、ちゃんとね、話をするにはやっぱりね、5分から10分では話ができない。しりきれとんぼになっちゃうからね。なので本日の20時から行うライブ配信、ぜひ見てもらいたいなと思ってます。そして今日の格好がね、いつもと違うじゃないですか。これも意味があって、あえて、まあ暑いからね、7月になっちゃったんで、そういうこともありますが、この、服装も含めてね、種明かしもしたいと思いますので、ぜひ20時からのライブ配信を見てください。20時にね、間に合わない方は、ぜひアーカイブで見ていただきたいと思ってます。ということで、よかったと思う人は、高評価チャンネル。そして、まだ、チャンネル登録をしてない人は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。